ねえ、ミーミル。ダルムは誰が捕まえたの？それなら、テュールじゃよ。安全な場所まで誘い、自らの腕をかませることで相手の気を引いたんじゃ。じゃが鎖につながれたガルムが仕返しに、門が開いた途端テュールの腕を食いちぎったんじゃ。でもテュールの腕はあったよ。生えてきたんじゃよ。後にな、あやつは手腕に恵まれた神じゃ。この地からまた汚れを取り除けたな。あったぞ、最後のドラウグルの穴じゃな。大丈夫？あったぞ、最後のトラウグルの穴じゃ。うわ、平気だよね。クレイタス、燃えとるぞ。耐えるんじゃ。うわ、あったぞ、最後のドラウグルの穴じゃな。直撃したな、エイスか。うわーいさ、うわーいさ、うわー、
やった戦士がおれば心配とは無縁じゃがな。ミーミル、アースガルズでエインヘリアルを見かけたんだけどさ、オーディンが呪文を唱えた途端急に自我を取り戻したんだ。あやつがよくやることじゃ。バルハラにいる戦士にすらな。あやつらの記憶を呼び覚ますことで死んだということすらごまかしておるのじゃろう。オーディンのことじゃ。あやつらに自我を与えるついでにきっと自分への忠誠心も植え付けとるに違いない。剣の炎が弱火になってるぜ。見せてみな。さあどうする。こいつはすげえ。見てるだけでブルっちまうぜ。坊主はどうする。するんだ。返品はお断りだぜ。
なんとも妙な匂いじゃな。ツバだ。なんじゃと？捕食者の唾液だ。光っている。どうする？光ってるツバをたどってドレキを探す。そうだ。誰でもわかるよ。あれが魔物の巣だ。ここからじゃ渡れん。他の道を探すとしよう。ミーミル、どう聞けばいいかわからないけど、オーディンから聞いたんだ、目を失った時のことをさ。でもミーミルから聞いてた話と違った。もちろんミーミルを信じてるけど、オーディンが嘘をつくほどの違いでもなくて。嘘つきというものは意味もなく嘘をつく。本能に従ってな、嘘の代償は関係ないんじゃ。いかなる時も嘘を重ね、それができれば己の力を誇示して現実を歪める。このことを忘れてはならんぞ。気をつけるんじゃ。下に降りれば戦いが待っている。ドレキがわしらを歓迎してくれるとは思えん。いいか、バルキュリアに比べたらドレキなんて目じゃないよ。この力また汚れを取り除けたな。放棄して。
あんたのおかげでまた酒が飲める。まあフォールクバンクでだけどな、ようやく友に会って償えるよ。まず何があったか話せ。決闘だ。あんな決闘を生まれて初めて見た。太陽を浴びた鉄のぶつかり合う大きな音。トールが土を振りかざした。だが見事な斧に弾き返されていたよ。この斧がその戦士の持っていた斧か。ああ、確かにその斧だ。手袋をはめた手で正確に狙いを定め斧を投げつけていた。ミョルニルに匹敵する武器などありえないはずだ。だがあの斧とあの戦士はあの日ここで通ると死闘を繰り広げていたのさ。トールと戦ったのはフェイだった。ただ戦っただけじゃない、母上が勝ってたんだ。まだ知らないことだらけだというのにフェイはもういない。そうじゃが、話にはまだ続きがあるようじゃ。結晶が集まったのを池を訪ねるか。父上の新しい槍は指輪から作ったの？ドラウプニルじゃよ。フルドラ兄弟がオーディンに献上した。それで？ドラウプニルは時折分裂して増えるものなんじゃ。そこであの兄弟は見事な黄金の指輪を作り出し、それが無限に増えればオーディンの目に留まると考えたが、結果は失敗？大失敗。
そら、立つんじゃ、お前さん。気持ちになるんだね。なんか不気味。して、なんと。どうすんだ？何かおすすめある？さっさと決めな。
父上、自分が正しいか迷ったことはない。そっか。はっ。